っぱり老子を入れとかないと、はい、僕はどうしても狂いがちなので、はいはい、と老子を入れたいなと思ってます第29章ですね。今日はこちらでございますと、はい、老子道徳教、トルストイ監修の老子道徳教、はい、天下を治めようと強く願って行動する者は望むものを決して得られない。天下が神奇であるゆえに、それゆえ天下の運命を左右する権利を誰一人持たない。そこでこれを企てる者は世界の秩序を乱す。それを治めようと欲する者は直ちにそれを失う。物はおおむね前ないし後ろに行く。戦うかあるいは息をつく。強いあるいは弱い。足早に歩むあるいは一箇所にとどまる。したがって賢者は一切の極端や奢侈豪華を退けると、うん、もう、はい、やっぱり難しいですね、はい、何が難しいって、うん、多分これフラットだよって言ってるんですよね。多くを求めすぎてもいけないし、天下って多分全てってことだと思うんですよね。あ、天下って信長の言う天下じゃなくてまあそれも含めてこの世の全てを手に入れるみたいな、はいはいはい、で、まあ、思った瞬間手に入らないよみたいな話じゃないですか。かといって思わないからそれにが手に入るよっていうことでもないんですよね。っていうことでもないやっぱ、ね、まあ、捨てろって言うんですよ、はい、老子は捨てろっていう人なので、そういう想像を僕がしてるって感じですよね。あ、なるほど。なのでよく老子のまとめをやってる方のサムネイルとかを見ると、はい、なんかその脱力せよとか書いてあるんですよ、はい、いや脱力せよじゃないだろうと。あ、まあそういうことなのかな。まあ自然にって感じじゃないですか。自然あるがままにみたいな。欲は自然じゃないんですかね。自然のあるがままではないってことじゃないですか。人間が生み出したものみたいな。その欲もいろいろあるわけじゃないですか。平和でいたいとかも欲ですかね。あ、まあ、はい、僕の思う平和と人の思う平和は違うよっていうことですかね、はい、そのなんだろう、その自然あるがままにみたいな、水は水のままでみたいな感じじゃないですか。まあ、はい、で水は俺が癒してやってんだぜって思ってはないです、はい、思ってはない、はい、ただそこにあるだけ、はい、みたいなところだと思うんですよね。花はでも私は綺麗でしょ、だから蜜を吸っていいよってやってるわけですよね、はい、でもそういう思いはないって話じゃないですか。あ、そっか、自然にそうなってて、そうなってて、仕組みがそうなってて、人って何ですかね。僕という、はい、世界に一つだけの花はどんな花なんですかね、はい、なんか臭いんでしょうねくそ、すいません。でちょっと今はトルストイが監修したものを和訳したものなんですけど、はい、こちら、ドリアン・スケガワさんが書いたバカボンのパパと読む老子、こちらを、はいはい、ドリアン・スケガワさんの解釈、天下を取ろうと望み恣意的にそれをしようとするならば、そうはならない結果だけを見るのみだ。天下は神聖な器であり、恣意的な振る舞いでどうなるものでもない。わざわざそれをしようとする者は世を壊し、固執すれば世そのものを失ってしまう。世の人々のある者は先に行き、ある者はその後につく。ある者は穏やかであり、ある者は激しい。ある者は強く、ある者は弱い。ある者は慈愛し、ある者は時期を起こす。時期ってのは自分を捨てる。それゆえに聖人は出過ぎた振る舞いをやめ、贅沢を避け、おごりを捨てると。このままバコボンの、はいはい、天下を取って一等賞になろうとして、そのためにあれこれ作為的なことをしても絶対に天下なんて取れませんよということをわしは見てきたのだ。天下というのは神がかったどんぶり鉢のようなもので、何をしたからどうなるという浅はかなものではないのだ。それでも天下に仕掛けようとする人はこの世を壊してしまうし、それでもずっと強引にしようとし続ければこの世そのものを失ってしまうのだ。世間のみんなは先に行きますよレレレのレという人もいれば、後からついて行きますよレレレのレという人もいるのだ。
ある人は穏やかに安らいで息をするし、ある人は激しくぜいぜい息をするのだ。ある人は押しが強くて、ある人はところてんみたいに弱いのだ。ある人は自分を大事にするし、ある人はやけのやんぱちなのだ。だからどえらい人は自分のことでトゥーマッチな行動は慎み、贅沢はせず、控えめを心がけるのだ。これでいいのだ。なんか、はい、今日ツイッターでなんかアドラーの言葉みたいなやつで、はい、うまく言おうとするな、はい、ただ沈黙せよって書いてあって、はい、あ、なんか今ちょっとそれがダブりました、うん、うまく言おうとするっていうのはよく見られようとするみたいな話ですかね。とかなんかまあ面白いと思われたいとか、うんうんうん、やっぱ松本人志さんってかっこいいじゃないですか、うんうん、我々世代からすると、はい、もう高校生ぐらいから、はい、食らってきた身からすると、はい、ああいう風になんかポソッと言って、はい、おーって、はい、まあ、無理なんですけどね、はい、でも時折それをしたくなるんですよね、うん、でそうするから苦しむよって話ですよね。苦しいんですよ、はい、いいねがつかないとかで、はい、勝手に苦しんでるんですよ、はい、まあ、そういうことなんですかね。なんか狙アドラーはこの承認欲求の人じゃないですか。承認欲求の人って話の人あ、はいはい、なので、まあ、承認を求めるなって話ですよね基本は、まあ、うん、嫌われる勇気とか人の評価を気にするなみたいなとか、まあ、その顔が赤くなるから話しかけられない、はい、ではなくて、うん、君は話しかけられたくないから、はい、顔を赤くしているんだっていう、うん、そういう捉え方をする人でしたね。はい、でまあ、結局この全て目的で動いている人は、はい、目的で動いてて、はい、さっき言いたかったのは承認欲求の人なので、はい、そう、承認を求めて行動するのは間違ってるよって人じゃないですか人からの承認を求めて行動するのは、まあ、はい、でも承認って薬にもなったりしますよ。で毒にもなる。毒なんですよね、はい、そうなんですよねそもそもなければ病むことがないみたいな話じゃないですかでも周りでその承認でうわうわな人が、はい、今なんかインフルエンサーっていう素敵な職業があるみたいですね、はいはい、でそういうのを見てああいう風になりたいって言って人々は苦しむみたいな、うん、そうですね、っていう話ですよね。アドラー、アドラーも、アドラーも老子さんも、はい、老子先生も多分そんなようなことを、まあ、老子先生、まあ、ここではそういう感じなのかな。なんかもうなんかこう、まあ、私利私欲、老子はどっちかっていうとなんか私利私欲に走ると世の中悪くなるみたいな、みんな現実に着実に地に足つけて細々と生きろみたいな。そうすると誰が引っ張るんですかね。引っ張らなくていいって話じゃないですか、みんながそれなら。え、国の全ての人がそれなら。国の形はだから全ての人がそれって話ですよね。あ、で誰かが天下を求めるから世の中が荒れるので、それに対抗するために戦わなきゃいけなかったりするから、さらに世の中が荒れてみたいな。なるほど。だから老子はもうみんな地に這いつくばれじゃないですか。地に這いつくばれとは言ってない、まあ、こう水のように低いところにもうただこう生きてけみたいな。まあ、水は本当に流れると下の方に行って、はいはい、溜まってっていう、大地を癒す、はい、だから全ての人がそうなれって話だと思うんですよ理想は。そうですね、はい、確かに、はい、というのを入れてから、はい、おはようございます。おはようございます。マキさん、お久しぶり、ごきげんよう。ごきげんよう。マキスタイルさんのライブで、はい、お呼びいただきですね、はい、偉そうに喋ってまいりました、はいはいはい、片付けはダイエットとつながってるよって話をしてきて、はい、痩せると、はい、無駄に気づくよと、はい、部屋の掃除をすると無駄に気づくよ、うん、ダイエットと一緒だよねっていう話を、まあ、老子も一緒じゃないですか、はいそうなの。結局なんかね、はい、人って食べるじゃないですか、はい、お菓子も食べるじゃないですか。 欲ですよね欲なんですよ、はい、人食べなくていいんですよ、はい、で食べて太って困ったなってやってるんですよ、はい、バカですよね、はいはい、でなんか物買って部屋を汚して、はい、大変って言ってるんですよ。そういう話の方が受けるかもしれないですね。でもそういう話してる人いっぱいいるような気がするんですけどね。天下がとか言ってるとよく分かんないじゃないですか難しくて気づきをありがとうございます、はい。